パリコレへの参加を目標にファッション業界で奮闘する鶴岡市出身の女性がいます。迷うなら捨てろという教えを胸に、本当に作りたいものを追い求める気鋭のデザイナーを取材しました。先月27日、鶴岡市緑町にある門脇洋服店2号店で秋冬物の新作展示会が行われていました。ここにボタンがあって、こういう風にこっちでも着れるし、着てみます。この店の服をデザインしているのは鶴岡市出身の鈴木美智子さん、38歳です。鈴木さんのデザインは夜をイメージしたスタイリッシュかつ斬新なデザインが特徴です。エイジレスで10代20代の若い方から60代70代のミセスの方まで、年代や体型を問わずに皆さんがこう美しく生き生きとできるような洋服を作るように心がけています。鈴木さんは東京を拠点に活動しているデザイナーで、おととし4月、実家の洋服店の名前をもらいこの店をオープン。現在東京目黒にも生産施設のアトリエを構え、ニューヨークなどの海外の展示会にも参加しています。家業が洋服の仕立て屋で、小さい頃から服を作ることが身近だった鈴木さん。鶴岡北高を卒業後、東京の文化服装学院に進学したのも自然な成り行きでした。縫製などを学んだ後、21歳で世界的なブランド幼児山本へ入社。デザインをもとに型紙で作るパタンナーとして働き、徐々に花形のデザインも手掛けるように。そして26歳で若者向けのブランドのデザイナーとして大抜擢されました。物を作っている時に、もし自分が迷うようだったら、それはもう捨てろ、本当に自分がいいという思う、心から思うものを作るっていう。自分が良いと思うものを忠実に追い求めた結果、28歳の時に企画構成などを手掛けたファッションショーを東京で開催。その後、今までにない独創的な服を作りたいと30歳で独立し、自分のブランドノクターンを立ち上げたのです。ノクターンというのは、まあ、日本語で言うと夜想曲。夜というのは私の中でその人が抱える闇を象徴していて、みんな誰しも闇を抱えながら生きているわけですけども、そこでまあ私の洋服を着ることによって、それが生きる勇気になったり、あとまあ一筋の光を提案したい。ダボっとしたジーンズとかも可愛いですね。一昨年のオープン以来、地元にも鈴木さんのデザインのファンが増えてきています。すごい柔らかくていいデザインです。可愛いです。着方もいろいろできるので、着やすいと思います。鈴木さんの手掛ける服は年代や時代を問わないデザインで、自然と着る人の笑顔を引き出すのが魅力です。地元の高校生が店にやってきました。鈴木さんの後輩、鶴岡北高の生徒たちです。ここから、肩から、あ、今ここからつながってて、今生きてるみたいな。生徒の中にはファッションに興味があり、服飾の道に進みたいと考えている人もいます。あ、これいいなみたいなやつをちょっと知りたくて、で、皆さんじゃあ1点ずつこれいいわっていうやつを選んでください。
10代の若い感性を見てみたいと自由に服を選ばせましたが、高校生たちにとっては新鮮で刺激的な体験でした。初めて着るような服だったので、最初着る前選ぶ時とかはすごく緊張してどんな風になるんだろうと思ってたんですけど、全員で着てみて普段着ないものなので楽しかったです。私もお洋服が大好きなので、そっちのなんか道に進もうかなって思ってたところだったので、すごく参考になりました。服を見て目を輝かせている高校生の様子から、鈴木さんも自分が目指す次のステージへの力をもらっていました。今の近い目標としては、次のシーズンか来年ぐらいにはパリコレクションのタイミングで何かそういうショーというものをやはりやりたいなというふうに考えてます。鶴岡で服と共に育ち世界へ挑戦する鈴木美智子さん、流行り廃りの激しいファッション業界で変わらない唯一無二の存在を目指していきます。鈴木さんは今年秋に高校生が開くシルクガールズコレクションとのコラボ企画も計画しているということです。